はい、えー、こんにちは。ご覧いただいている写真は、コラージュでも何でもありません。安倍元総理がね、もう個人となってしまいましたけども、中央にいらっしゃって、えー、そして、仲良くしているトランプ大統領。反対側には、さらに仲良くしている、う習近平国家主席がおります。まあ、安倍総理はね、何かこう、マイクで喋っているところなんですけども、両側のお二人は、 まあ真面目な表情というか、硬い表情というか、確かにね、トランプ大統領と習近平さんは、直接握手してニコニコ話すっていう風なタイプではないですよね。全く表と裏の国家勢力、国家陣営を築いてますから、人が見てる前で笑顔で握手っていうのはこれまたね、しにくいところがあるのかもしれません。今回、この写真を見て私が思うのは、この図を作れるのは、 安倍晋三1人しかかいいなななんんじゃなかったなと思うんですよ岸田総理がこれできますかねね。岸田総理の外交手腕ってのは一目置かれるところがありましたけども、果たしてここまではできるかなというところがあります。まあ、後ろの方には、河野太郎さん、世耕さん、それから、あーあれですね、西村さんですかね。なんか名前そろそろ忘れてきましたけども、コロナ大臣ね、いますけども。まあ、そういった人を従えて、両側には、この、 大持ちまあ一つ言わせていただければ、そのテーブルがあるじゃないですか、デスクが。あれがね、近くの1時間3000のレンタルルームのデスクと全く同じっていうところで、まあ世界中どこで会議が行われても、どんな重鎮が会議をしようとも、テーブルは同じようなね、ものでやるんだなというところがなかなか面白いですね。まあどっかのプーチンさんみたいに巨大なテーブルでやるってことはないんでしょうね。まあそれこそこうやって3密で、 話し合ってるわけなんですけども、さあ、ネクタイも三者三様でございます。え、ぶっちょ面の習近平国家主席に、また、神妙な面持ちのトランプ大統領。まあ、この図を見てるとね、やっぱり、この、安倍さんが世界を束ねる、束ねていたのかなとも思うわけなんですよ。うん、国内的にはね、いろんなん、感想があったと思いますけども、でもこうしてみるとね、 やっぱり世界のバランスを日本が微妙な立ち位置で取っていたんだなと。そして、それを一本の細い糸、綱渡りのように安倍総理が歩き続けてくれたんだなと。役割を終えて、菅官房長官にその役割を引き継ぎ、そしてさらに強い影響力で岸田総理を今擁立して、元総理としてね、この 緊張した世界を侵略から守り日本を守り抜いたその安倍晋三総理は守ったはずの自国の無名の暗殺者によってほぐられてしまったということですねこれね昔ヒーロー戦隊で超人戦隊ジェットマンっていう番組があったんですよジェットマンのラストシーンをちょっと思い出してしまいました ジェットマンのラストシーンっていうのは、バイラムという宇宙人を次元怪獣ですね。これを倒して地球を平和にしたんですよ。そして平和な世の中が戻ってきた中で、ラストシーン、ね、超人戦隊は解散して、それぞれ普通の暮らしに戻った隊員5人なんですけども、この5人が普通の地球人として暮らそうとしていた時に、守ったはずの、守り抜いたはずのですね、 名もなき地球人によって、まあ、突発的に後ろから刺されてしまうというそんなラストシーンでジェットマンは終わるわけなんですけどもなんかそれをちょっと思い出しちゃったなとこの国のために働きそして批判を浴びながらも最長の政権を維持しそして強い日本取り戻してこれから新しい形に 多くの人の声をまたね、取り入れつつ、強い上に弱者にも優しい日本がこれからできようとしたのかもしれませんが、あその登場で安倍元総理はこういうことになってしまったと。折しももっともっと強い日本にしないと弱い人たちを守れないと。この国を守れないというふうに防衛兵についても言及して、そして財政問題に対してももっともっと 国債発行して、税金は、消費税はいらなかったんだと。そういうふうなことをね、言いかけた矢先だったんですけども、非常に残念でなりません。もしかしたらね、これから、日本というのは、この安倍総理がいないことによって、坂道を転げ落ちるように危機的な状況になるんじゃないですかというのが、この図を見てわかるように、真ん中にいる安倍晋三がいなかったとしたら、 アメリカと中国はこの仏頂面を突き合わせてどちらかが先に噛みつかんとも限らんわけですよ安倍総理が真ん中にいてくれたからそれぞれの方にまあ柔和な姿勢が取れたんではないかなと思うんですけどねいやあ解釈ですねなんか安倍総理のことを思い出してみると私直接会ったことは一回なんですけどもなんかねすごく 仲のいいおじさんを失ったような感じがしますね。まあ途中 YouTuber として安倍総理の決断を批判したこともありましたし、もっといい日本を作れるんじゃないかなっていうふうに私ながらにね、えー、消しかけたこともありますけども、でも安倍晋三という一人の男の人格はやっぱりすごいなと。一目も二目も置かなければならないなというふうに見ていたんですよね。 それがね、こんな突然の教団に倒れ、もうあの顔を見ることはないんだなと思うと、うん、まあ日本ってものがね、これから先導を失った船のように、紐の切れたタコのようにどこに行くのかなと、不安でなりませんねいや。こんなにね、うん、安倍さんのことについてね、深く、 気持ちを巡らしたことはちょっと今までなかったですねそれほどまでに良くも悪くも大きな存在だったのかなと思います安倍さんお疲れ様でしたさあお家へ帰りましょう